はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、劇場版仮面ライダー1号プレゼント付き前売り券の伸びるライダーキーホルダーです。はい、今年の春映画の特典付き前売り券を買ってきました。ゴーストの卑弥呼会でも登場しましたけど、今回の特典は結構大きめなライダーフィギュアで、さらにここの部分がグッと伸びてウォレットチェーン的な感じで使えるらしいんですよね。1年前の春映画は仮面ライダー3号でしたけど、今年はまさかの1号で、しかもスーツがパワーアップして強化版になってるんですよね。もう本郷たけしというか藤岡弘さん的な5つ目のライダースーツに変わって、これはこれで超かっこいいですよね。今回は全2種類中の両方をゲットしましたので、2つ一気に確認しましょう。まずは仮面ライダーゴーストから。はい、出すと、あ、やっぱり大きい。割とボリュームのあるフィギュアが入ってて、ぐるっと見回すとこのような感じ。上側、下側。黒の成型色をベースに一部塗装になってて、すごく軽くって中身が入ってないかのようですね。そして上側に引っ掛ける金具がついてて、下側にはリール。これを引っ張ることで、伸びる。え？目いっぱい行くと？ここまで。僕の想像より 1.5 倍ぐらい長かったです。グッとマックスまで行くと 46! ウォレットチェーン的な感じで、多分こっちをベルトループとかにはめて、で、こっちを財布とかにはめて、こう財布を抜いてスッと使うような感じだと思います。まあ、それか、カバンとかにカチャッとつけて、ここに、まあ、鍵的なものをはめて、スッとドアに鍵を刺すとか、そういう感じですかね。とりあえず、ここの紐は割と頑丈ですし、作りはすごくしっかりしてますね。離すと戻れます。去年のゴースト&ドライブの前売り特典がこれで、比べると今年のやつはかなり大きいです。普通にキーホルダーとして存在感もあります。では次は仮面ライダー1号。といってもこれは強化版の今回の春映画に、を出てくるやつですね。この造形だといまいちごつさがわかりませんが、仮面ライダー新1号に比べると配色がガラッと違って、触覚部分なんかもかなり変わってますね。複眼の上のこの辺にも造形が入ってます。はい、ぐるっと見回すとこのようになってて、これもかなり軽くって中身が入ってない感じ。で、上側に金具があって、これはゴーストと同じ。で、このパーツもゴーストと変わりませんから、引っ張って伸びる。こんなことができます。フィギュアの本体部分が違うだけで、基本的な使い方はどちらも同じです。はい、二つ並べるとこうで、割と全体的にディフォルメが効いてますから、結構可愛いですね。はい、アーツやゴーストチェンジと比べるとこうで、やっぱり特典の割には大きいですし、そして強化版1号のカラーは桜島バージョンに近いんですね。はい、ということで劇場版仮面ライダー1号のプレゼント付き前売り券についてくる伸びるライダーキーホルダーを紹介しました。全国合計5万個で発売はもう始まってますが、僕が買ったのも数日前なので今のところは割と普通に買えますね。ただ前売り券1枚につきもらえるのはどちらか1つですから、2つ欲しい場合はチケットを2つ買うか、2100円の親子券を買うと両方もらうことができます。以上、劇場版仮面ライダー1号プレゼント付き前売り券の伸びるライダーキーホルダーの紹介でした。